射準備完了まであと10分。それを使うなんて、私も大概バカだったけど、あんたも相当よね。私は誓ったんです。どんなことをしても必ずエルシュタットを守るって。つまらないことに命を懸けるわね。昔の私を見ているみたい。教えてあげるわ、それがどれだけ愚かなのかって。残念だよ。まさか本当にあんたが裏切ったとはな、ベルクマン。あっ、ジーク！おい！あれで無傷なのか？飛び降りろ。僕にエスコートできるのはここまでだ。成功を祈っているよ。待て、構うな、行くぞ。では始めさせていただいてよろしいでしょうか。我らが敵たる同盟諸国の皆様、本日はよくぞお集まりくださいました。スタンリー閣下も、アトランタは間もなく我が国に宣戦するという由々しき噂もありますが、この会議でそれをお考え直しいただけること切に願います。前置きはいい、早く進めたまえ。これはしたり。それでは早速本題に移らせていただきましょう。リハ、行って！ああ、だから無駄だって言ったのに。あそこ！あれを止めたいの。はい、絶対止めます。そう、でも。ダメ！あのミサイルはまだ試作品でね。発射して誘導するにはゾフィーの力が必要だ。つまりあの人を基地から引き離せばミサイルは発射できない。逃がさないって。目標視認できず。ダメだ、全く追いつけない。しないわよ、飛行機ってやつね。これで心置きなくあんたを殺せる。完全に二人を見失ったそうです。
どうなさる？錯乱したか。目的を忘れおって。大丈夫だ。予備はある。ルーゲンバッハに魔女イゼッタが現れ、ゾフィーと戦闘を開始しました。ふん。ベストリアの会議も先ほど開始されたとのことです。わかった。下がる。は。陛下。ようやくだ。ようやくこの時が来たぞ、エリオット。世界は今やこのモーゼルの赤のごとく世の手の内にある。信じられん。こんな悪夢のような兵器断じて信じるわけにゆくものか。でありましょうな。キケーラにはるばるここまでご足労いただいた理由は実はそこにあります。間もなくこのミサイルの試作品がランツブルックに向け放たれる予定です。一つの国家が瞬時に地上から消滅する様をご覧いただく、それこそがこの会議の目的なのですよ。僕がおとりになります。その隙に行ってください。だが殿下もおっしゃっていた、我々には世界をこのような状態にした責任があります。どうかなすべきことを。フィーネ様頼む。ジーク。うん。待て！止まれ！よくやった。は、はい。寝返って裏切ってなあ、あんたはどうしたいんだ。種をまいただけだよ。エイルシュタットが勝てば僕が生き残る確率が上がるからね。ま、分の悪い賭けだが。結局それか。お前は自分さえ良ければいいってのかよ。当たり前だろう。自分以上に大切なものがあるかい？俺にも戦友がいた。大事な誰かを守るために戦って死んでいった奴らが。それが、そうできるのが人間だろう。リッケルトは、あいつはあんたのことを信じてたんだぞ。国のために戦ってるって。なるほど、だから彼は死んだんだね。貴様！さて状況はお分かりいただけたでしょうか。キケーラは全権を持ってこの場に臨んでおられるはず。無論国に持ち帰ってご検討いただいても構いませんが、今日この場で議定書にサインをいただいても結果は変わらぬと。待たれよ。今我が魔女イゼッタがゲールの魔女ゾフィーと戦っております。その戦いが終わるまで軽々に条件を飲まれてはなりません。これはこれは、オルトフィーネ殿下。しかしこの会議にお招きした記憶はないのですが。何を言う。私こそこの会議の当事者だろう。違うか。今のあなたはこの場で拘束されても文句が言えない立場なの。それは困る。分かっているのか。いや、ぜひ話を聞きたい。そうですな。オルトフィーネ大公こそ当事者ですぞ。
発言の機会をいただいたことに感謝を。イゼッタは今ゾフィーと同じ強大な力を獲得しております。その力を用いればゾフィーを退け国を守ることも可能です。エイルシュタットは滅びません。つまりゲールを倒すことが可能だと。それなら我らは大歓迎だ。確かに。さっさに出てきて何を勝手なことを。本当に処刑はそれでよろしいのですか。仮にもしゾフィーを倒せたとして、そして帰国が万一ゲールを退けたとして、その後はどうなるのでしょう。その場合一人エイルシュタットのみが魔法の技術を握り完全に有利になる。そしてあなたがオットー皇帝のごとき野望を持った場合、今度は誰がそれを止めることができましょう。お答えいただきたい。覚醒したらすぐ点火させる。それでは生命維持に支障が。構わん、ミサイルを撃てさえすればいい。やれ。あなたは本物の白き魔女なんでしょ。なのにどうしてそこまでエールシュタットを憎んでるんですか。私にはその権利がある。あの国の人間が今のうのうと生きているのは私を裏切ったおかげなんだから。話は聞きました。王妃様があなたを憎んだって。でもそれは違うの。裏切ったのはあの女じゃない、マティアスよ。捕まった私にあの女は言ったの。ごめんなさい、でもこれはマティアスの遺言なのと。あれの愛は行き過ぎた力となってしまった。魔女の噂はやがて教皇庁の耳に届き、エイルシュタットを異端の国として危機に陥れるだろう。私は彼に裏切られたのよ。私が生きていればまだ抑えられようが、死しての血はあんなに愛してたのに。だからそうなる前にゾフィーを。彼のために一生懸命戦ったのに。あんなにたくさん殺したのに。だから滅ぼす。あの男の国もその子孫たちも心も体もボロボロにされて焼かれた痛みと苦しみを。あんたにはわからない、どれだけ私が辛くて苦しかったかなんて。はい、わかりません。だってマティアスさんは王様ですよね。なら当たり前です。きっと辛かったと、きっと悩んだんだと思います。愛していたから。でもみんなの命を預かる人はたった一人にこだわっちゃダメなんだって。私の姫様はそれを知っている人です。だから私の全部をあげられる。フィーネの願いが叶うなら、私はきっと笑って火炙りにだってなれます。何も知らない小娘だ。
魔法などというものがある限り我々は安心できません。我が国の国論は割れています。かつて魔女の力に湧いた国民は今では皆が魔法を恐れている。だからこそゲールを叩けというもの、いや手を出してはならぬというもの。ブリタニアに展開している我が軍はそのために動けずにいる。ではその憂いが覗かれれば帰国は大陸に攻め入ると。ええ、万一にもそんなことが可能であればね。今の言葉お忘れなきよう、スタンリー閣下。ここにおられる諸兄も貴君らが憂う魔法と魔女の戦いは今日この時をもって終わりを告げる。なぜなら終わりに。無意味な夢な。何する気。この世に行かない。ねじれた世界はどこへ。本当、いくらあなたでも一度にこれだけの魔力放出を受けたら耐えられませんよね。こんな魔力一気に結晶にしたら絶対死ぬ。動け心臓、あと少しでいい。頑張れ私の体。魔力とは大地を流れる大河のようなもの。イゼッタはその力の源泉であるレイラインの魔力を全て吸い上げてゾフィーを倒すつもりです。そうなれば勝敗はどうあれ全ての魔力と魔法はこの世界から消失するでしょう。しかしその大丈夫なのですか。そんなことをしてあの子は。なんだと。だがその魔石はそなたの命を削るのだろう。そんなことをしたら。大丈夫です。嘘だ。そなたの嘘はすぐわかる。特に私のために無茶をしようとする時の嘘は。すみません、確かに私死んじゃうかもしれません。でもそれでも欲しいものがあるんです。みんなが明日を選べる世界、姫様が笑顔でいられる世界。私は魔女です。嫌だって思ったこともあるけど、結局魔女としてしか生きられません。この力がある限り。だから命じてください、姫様。ううん、フィーネの魔女として戦え、全てを終わらせろって。嫌だ。いっぱい考えたんですけど他に何にも思いつかなくて。だからイゼッタ、イゼッタ、我が魔女、そなたに命じる。そなたは、イゼッタはこの世界で最後の魔女となる。魔法はこの世界から消え失せ、おとぎ話の中に去るでしょう。忌まわしき爆弾や禍々しき兵器たちと共に。それでもなおゲルマニア帝国は世界の覇者たるおつもりか、お答え願おう。エクセリウムが蒸発している。
スだよ。こうして笑って終われるから。ね、いいね。魔女と魔法が全て消えただと。あの光か。良い座教であったわ。だがやはり頼りになるのは鋼鉄と地下。また新たな楽しみができたというものだ。この日を境に戦争の状況は一変することになりました。アトランタ合衆国は約束をたがえず、同盟諸国の戦力を結集してヨーロッパ大陸への大上陸作戦を開始。その動きに呼応するように不可侵条約を結んでいたはずのボルガ連邦もゲール領内に侵攻し、テルミドールやベネルクス三国が奪還され、ゲルマニア帝国は徐々に追い詰められていったのです。俺もこいつもまだ飛べる。コントハーゼは落とされた。首都防衛集一的な兵士団は連絡取りません。陛下が御身を処されました。こうして戦争は終わりました。もしフィーネ様とイゼッタ様がいなければ、戦争はもっと拡大してあと何年も続いていたんじゃないかって言われています。これでずっと平和になるんですねって、ソフィーヌ様に聞いたことがありました。そしたら、いや、おそらくいつかまたどこかで戦火が交えられることになってしまうだろう。人の戦いの歴史は決して終わることはないのかもしれぬ。だがそれでも私は歩みを止めるつもりはない。約束したからな。皆が明日を選べる世界を作ると。小さなものかもしれません。でも現代に現れた白き魔女のおとぎ話はきっと世界中のみんなに何かを残したはずだって。